ムタンチスは、ブラジルのロックバンド、トロピカリアムーブメントを代表する存在の一つとして知られる。オストはポルトガル語の定冠詞で、バンド名を英訳すると、ザ・ミューテンツとなる。1978年に解散するが、2006年には再結成された。1964年、アルナルド・バチスタとセルジオ・ジアスの兄弟は、ザ・ウッドン・フェーセズというバンドを結成。その後、 キタリーと出会い、1965年に、ムタンチスを結成。バンド名は、SF 小説の、オープラネタドス・ムータンテイズが由来。1966年にシングル、スーシナでデビューし、1968年、サイケデリック・ロック色の強いファーストアルバム、オス・ムータンテイズを発表。同時期に、カエタ・アノベローゾ、ジルベルト・ジル、ガル・コスタ、ナラレオン、トン・ゼイ等と共に、 トロピカリアムーブメントを代表するコラボレーションアルバムトロピカリアウパニスイゼルセスに参加しジルベルト・ジルのセカンドアルバムジルベルト・ギルにも参加した。この年の秋、カエター・ノベローゾが火曜フェスティバルの予選でイープロエビド・プロビアというプロテストソングを歌った際、ムタンチスがバックバンドを務めたが保守層の学生たちからブーイングが起こるというハプニングもあった。 1969年、フランスのカンヌで行われたミデムに出演。その後、セカンドアルバム、ムルタンテイズ発表。1970年、リミーニャが加入してバンドは4人編成となり、サードアルバム、ADB なコメジョウメイヨ G3 ガーデュ発表。同年、ヒタリーが初のソロアルバム、ビルドアップ発表。ジーニョレーミを迎えて5人編成となったバンドは、 1970年11月、イギリス人プロデューサーのカール・ホームズと共に、英語誌のアルバム、テクナカラーをパリで録音する。しかし、同作は諸事情により発表されず、1971年には、本来、テクナカラーで発表される予定だった楽曲も含む、アルバム、ジョジム・エレトリッコ発表。ムータン・テイズ・イーセウス・コメタス・ノーパス・ドゥー・ボーツを最後に、ヒタリーが脱退。 残された4人は、プログレッシブロック色の強いアルバム、OAEOZ を制作するが、同作は1992年まで未発表となった。そして、セルジオジアス以外のメンバーが一新された編成で、トゥード・フォア・フェイトル・ペロソルを発表。その後もメンバーチェンジが続き、1978年に、ムタンチスは解散。1992年、オクライリとなっていた。 OAEOZ が発売される。1996年には、ムタンチスのトリビュートアルバム、トリアングロをセムバーミューダスが発表される。セパルトゥラが同年に発表した、ザルーツ・オブ・セパルトゥラには、ムータン・テイズ、イーセウス・コメタス・ノーパス・ドゥ・ボーツ収録曲のカバー、エイホラ・イエ・ベス・ドゥ・カベル・ナサーが収録された。2000年には、テクナカラーも、 ショーン・レノンによるアートワークで発売された。2006年、オリジナルメンバーのセルジオ・ジアスと、アルナルド・バチスタを中心に、ジーニョ・レーミ、シンボーカリストのゼリア・アダンカンを加えた4人で再結成。6月22日のロンドン公演では、デヴェンド・ラ・バンハートもゲスト出演し、その模様は、ライブアルバム、ムルタン・テイズ・アオ・ビーボ、バービカン・シアター。 ローンドラ2006としてもリリースされた。しかし、アルナルドとゼリアは2007年に脱退。バンドは、セルジオとジーニョを中心に、多くのサポートメンバーを加える形で活動を継続。2009年9月、新作のスタジオアルバムとしては35年ぶりとなる、Hey ー o ーテ r シダ a r t y s h を、米安泰レコードより発表。同作にはトンゼもゲスト参加した。ありがとうございます。